ヘルギ、スバーバ、ヘジン。フレデリック・サンダーの1893年スウェーデン版、ポエティック、エッタのイラストヒョルバルズルの息子ヘルギの歌は、子、エッタに収録される、英雄詩の一編。王の写本から発見されたもので、フンディングル殺しのヘルギの歌その1から連なり、フンディングル殺しのヘルギの歌その2へと連なる。原稿では、題名がなかったため、 学者が便宜的に名付けたものだが、一編の詩としては、統一性のない三つの部分からできている。この文章は、古い歌とそれを結びつける三文から構成されている。ヒョルバルズルの息子ヘルギの物語を描いたもので、フンディングル殺しのヘルギの物語へと、緩やかに関連付けされている。歌は、ノルウェーの王でなお、ヒョルバルズルに始まる。彼は四人の妻を持ち、まず、 アールブヒルドとの間に、息子の平人を、二人目のレ霊図との間に、息子のフムルングを、三人目の心ー図との間に、息子のヒュムリングを設けた。四人目の妻については語られていないが、あるいは、これから始まる、物語の冒頭に登場するシグフルリンのことかも、知れない。ヒョルバルズルは知り得た、最も美しい女性を手に入れると誓いを立てた。そしてある時、スバーバランドの王、 スバーブニルの娘のシグルリンが最も美しい少女であると知ったため、ヒョルバルズルはイズムンド公の息子のアトリを使者として送って少女に求婚させた。イズムンドの息子アトリは冬の間スバーブニル王の元に滞在したもののその王に仕えるフランマル公によって妨げられた。帰国の途に着く前のことアトリは鳥に話しかけられた。 さらに話を聞こうと取引を持ちかけたところ、鳥は多くの宝物を進呈すれば、ヒョルバルズルがシグルリンを手に入れられるかのようにほのめかした。アトリは国に戻ると、ヒョルバルズル王に自身の任務が不守備に終わったことを伝えた。王はアトリと共にスバーブニル王の下を訪れることにした。しかし、一行が山に登ると、スバーバランドが炎とゴミ雲に包まれ、 馬に乗った戦士たちがカ歩するのを見た。それは、シグルリン王女を求めてきた、フローズマル王の軍隊で、拒絶されたため武力によって、少女を奪おうとしていた。この時すでにフローズマル王は、スバーブニル王を殺しており、シグルリンの捜索をしているところだった。夜の間、ヒョルバルズル王とアトリは、川辺で野営したが、アトリは大きな鳥が泊まる家を発見した。彼は眠っている鳥を殺し、 家の中のシュグルリンとアーロブを発見した。フランマルコーはワシに変身し、魔法で守っていたのだった。ヒョルバルズル王は、シュグルリンを連れて、トリも、また、自分が殺したコーの娘、アーロブを伴って帰国した。ノルウェーの王、ヒョルバルズルとスワーバランドのシュグルリンの間には、物静かな、名前を与えられていない息子がいた。ある日、 この者静かな息子が成長した男が丘に座っていた時のことだった。彼は9人のワルキューレが遠乗りする姿を目にし、中でもスバーバのことが一番美しいと思った。彼女はエイリミ王の娘だった。スバーバが彼のことをヘルギと呼んだため、それを逆手にとってスバーバ自身を贈り物に欲しがった。すると彼女は、 ヘビと魔法のルーンが刻まれたグレートソードのありかを彼に告げたのだった。スバーバはヘルギに名前を授け、彼が戦う時には常に彼と共にあり、幾多の危機から彼を守り続けた。ヘルギは父であるヒョルバルズル王に対し、スバーバランドの焼き討ちとスバーブニル王の殺害に対して報復しなかったことを求断した。また、フローズマル王はスバーブニル王のものだった富を強奪していた。 ヒョルバルズルオはヘルギに軍の指揮権を与え、ヘルギはまたスバーバが彼に告げた魔法の剣をも手に入れた。その後、ヘルギはフローズマルを亡き者とし、祖父のあだちを果たした。続く冒険の途上でヘルギは下の巨人のハティを倒し、またその後、ヘルギとアトリは出会ったハティの娘のフリームゲルズと長く議論を交わし、巨人が石に変わる時引き伸ばした。 戦いを通じて、名声を得た後、ヘルギは、エイリミオの元に赴き、王に、娘の手を求めた。エイリミオはこれを許したので、ヘルギとスバーバは、互いに誓いを交わした。彼らは愛し合ったが、彼女は、父親の元に居残ることになり、ヘルギは一人戦いへ赴くことになった。ある年の祭りの最中、ヘルギの兄弟のヘジンは蛇を手綱として、 狼にまたがったトロールの女性を見つけた。彼女は彼に同行を求めたが、彼は彼女を拒んだ。すると、女トロールは彼を罵り、先生の逆を交わすときにこの償いをさせると宣言した。祝祭は続き、男たちは神聖なイノシシに手をかざすと、それぞれに先生していく。そしてヘジンは、兄弟の恋人のスワーバーを手に入れることを誓った。ヘジンは、 ヘルギに会うと、儀式での先生について、自身を責め、白状した。ヘルギはこれをなだめると、決闘を挑まれている元凶を伝えるとともに、先生の言葉は真実になるに違いないと述べた。ヘルギは、自身の死を予感し、自分の守護霊が、女トロールの姿でヘジンを訪れたのだと語った。フローズマローの息子のアールブから挑まれた、シガルスベリルでの三日間のホルガングを前に、 ヘルギは女トロールはここで自身が撃たれることを知っていたのだろうと漏らす。アールブとの決闘でヘルギは致命傷を被りアールブが勝利した。ヘルギは死ぬ前に会えるようにスバーバを連れてきてほしいと彼の海賊へのシュガローエイリミオウのもとに送った。亡くなる前にヘルギはスバーバに兄弟のヘジンと結婚するように頼んだ。ヘジンは ヘルギのあだを打つまで故郷に戻らないとの決意を伝え、スバーバに口づけを頼んだ。ヘルギとスバーバの転生について触れ、物語は結ばれる。ありがとうございます。